準備はよろしいでしょうか。ではスタート。皆様はじめまして、理学部科学科2年の寺谷と申します。今回私が紹介したい本はシェイプオブウォーターという本です。この本についてのまずタイトルなんですが、シェイプオブウォーターを直訳すると水の形という意味になります。当然水には形がありませんので、私は最初これを見たときどういう意味なんだろうと考えました。そして読み進め感じたことは、この本に書かれていることは愛のあり方や人間の本質、そういうものではないか、そう考えました。そして読み進めるために本質は変わらず形を変えていく、まるで水のような本でもある、そう考えました。まず形式ですが、こちらの本は群像劇でかつ一人称という比較的読みづらいジャンルの本になります。しかしこの本で書かれている内容としては、非常に一人称、自分の使キャラクターが使っている一人称や、あと語彙、知識、立場などが明確に分かれているため、非常に混乱しにくい本であると考えました。三人称の小説よりも混乱しにくいかもしれません。次にジャンルとしては恋愛ドラマなのですが、 SF やアクション、ドラマ、サスペンスなど様々な要素が混じっているため、どのような方でもとっつきやすい本ではないかと考えます。そして内容なのですが、詳しい内容はあらすじに譲るとしまして、舞台は1960年代のボルチモアです。その時代ではまだ公民権活動や冷戦の真っ只中ということもありまして、誰かが決めたルールや誰かが決めた基準から離れたもの、例えばセクシャルマイノリティやハンディキャップのある人間、そういう人間は白い目で見られる時代でした。そしてこの本の中に書かれているキャラクターの多く、そして化け物という名前で出てくるのですが、その怪物はそのハンディキャップを背負っていたり、セクシャルマイノリティだったり、人種が黒人であったりと、そういう白い目で見られる方ばかりなんです。それでも彼らは自分の大切なものを守ろうとして傷つき苦しみながらも戦い生き抜こうとします。ですが1960年代という時代は、先ほども言いましたように冷戦の真っ只中です。1957年にスプートニク1号が打ち上げられ、核実験が行われているその時代、冷戦の真っ只中という時代では、生きようとする個人を国が殺そうとしていきます。そして殺そうとする国は人間を肉体的だけではなく社会的にも殺そうとします。そんな中でも彼らは生きようとして戦い守ろうとします。それだけではなりません。彼らがその苦しい状況の中で得たものは、喜びや信頼というものが入り混じった愛情でもある、そう考えました。そしてこの本の構成なのですが、伏線が非常に多重に張られていて、とても 2回や3回4個に耐えられる、そんな本ではないかと思います。実際私もこの本、彫像が新しいのは親に勧めたところ、この本を奪われて新しい本を買ったといういきさつがあって、彫像が新しいのですが、2、3度読み通したくらいとても良い本でした。最後にこの本は非常に作り込まれた本ではありながらも、私はいろんな本を読むときに、よく作り込まれた本はパズルのはまるような感覚を覚えるんですが、そうではなく、細かい支流が入り混じっていく、そういう入り混じり、大河となり、海に流れ込む、そのような本ではないかとも感じました。もちろんその川には濁流や急流などもあり、そういう流れを全く一定しない、そういう展開が非常に面白かったです。最後にこの本を読んで、皆様なりの水の形を見つけていただきたい、そう考えています。余談ですが、私はこの本の感想をツイッターに書きましたところ、これを翻訳してくださった安倍清美さんに見つかりまして、リツイートや感想などをいただきました。あの時ほど驚いたことはありません。
ませんでした。それではご清聴ありがとうございました。2分間のディスカッションタイムです。手を挙げ座ったままでいいので大きな声で質問をお願いします。あの私これですけど、これ映画の原作ですけれども、はい、映画はご覧になってどちらが先だったんですか。映画を見てから本だったんですか。本を読んで映画を読んだんですが、はい、本と映画は原作というよりかはどちらも原作というかどちらも独立した同じストーリーでありながら独立した視点で書かれているので、どちらを片方を読んだり見たりしても問題はないと感じますが、できれば映画を見た後にこの小説を読んでいただきたいなというのが個人的な感想です。ありがとうございました。他にいらっしゃいましたら。時間になりましたので、ではすみません、ありがとうございました。